雨が降りそうな天気のせいか、生徒の姿は見えない。失礼し、おお、君か。何を深刻な顔しとるんじ。イエス、校長が犯人かもしれ、桂木さんから聞きました。そうじゃ。じゃが校長は出張で遠いところ。第一、話にならん。わしはもう帰る。確かに黒い車なんてありふれている。五郎が殺された時間、そうなれば。ああ、君、さっき日比野先生がすごく険しい顔をして戻ってこられましたよ。何が？この間怪我をした生徒の葉山先生も大変ですね。そうだ、確か葉山先生に話を聞き、葉山先生は一度戻ると、いつ戻られるかも。そうですか。では、妙な胸騒ぎがするのは。あゆみさん。ごめんなさい。テスト？田崎さんの実家へ行った日に、テストが、後で事務所へ寄ってみる。こんな日に学校にいる後ろの少女が立ってる気がする。忍さんはやっぱり本当にいるのかも。じゃあ後で。雨が降り、誰もいない。雨が降りそう。そばには誰も。誰もいない。忍
部さんは陽子がの彼女が後ろの少女として、待てよ、はい、やはり怪我をした忍だったなら、もしや陽子、しかし今はまず、田崎がゴミ箱だ。誰もいない。まさかは忍か。まさかは忍か。そばにまた、まさかはし、すすりなく、誰の姿も、雨が降りそうな天気のせいか、そばには誰もいない。いわゆる事務机、浅川忍が、忍の肖像画が、忍の肖像画、浅川忍が、田崎が塗った、人が通りそう、先生、何してるの？先生、それが全然連絡が取れないの。出張先へ問い合わせても、そのアリバイは崩れた。全然連絡が取れ。で、あなた、先生こそ。それが、誰かが通路に車を止めたから。どうしたんですか？そうか！あの夜も、通路に車が止まっていた。見覚えのある黒い車。来た時は車なんてなかったわ。先生。先生が目撃した後ろの少女は浅川忍だ。忍さんが隠されているって、私がどこだと思って、
生はもしや。そう、壁の中か。もう一度田崎に。田崎さん。あんたか。あの夜。ああ、まだわしを疑っとる。やはりあの壁なんだ。あの夜車じゃと。わかりません。いや、なぜ今さら壁のことなど。実は壁の中に金田を刺した凶器と浅川な。でも壁を塗ったのがあな。いや、壁を塗ったのは確かに。壁が固まり始めるまでには時間がかかるもんじゃ。壁土を取り除いて死体を隠してから塗り直すことは可能じゃ。あんたの推理は車に覚えはない。いや待て、あの壁に疑われるのは嘘のアリバイしかない、このわしじゃ。あ、そうじゃ、思い出した。わしの道具を誰かが後から。誰かが。あんたの推理は しかしわしが気づかんぐらいに可能なことではないが。あの壁を崩すべきかもしれない。なあ、あんた、わしからも頼む。わしをかばってくださった。なるほど、旧校舎の壁に忍ぶの。ええ、まだ確証。わかった。実はあの万年筆その人物は五郎に譲ら。マネースの持ち主は。その通りだ。あれはかなり前、浦部が買い求め。犯人はやはり浦部校長な。先生、待ちなさい。今警察が浦部の行方を追って。壁の話はことが落ち着いてからにしよう。校長が陽子や田崎のことを話す浦部の言葉に嘘は感じられなかった。しかし田崎の嘘、そしてさらに自分の身が危険になった時、田崎に罪を押し付けること。やはり。いや待て、五郎、陽子、そして忍を殺したのも全ての発端となった源次郎。はい、探偵さんかい。牛光高校の浦部はな、昔金田の詐欺に手を貸していたんだぜ。なあの善人面した浦部を心から憎んでいる男だ、やつ。電話の話が本当なら、やはり浦部が全ての殺人。とにかく学校へ。あゆみちゃん、どうしたの。学校にはもう私と。でも教室でテストを受けてたし、日比野先生もずっと一緒だったから。校長はまだ。校長はついさっき僕のところに。とにかく
こ。内側から鍵がかかってる。ね、校長先生。窓にもすべてか。今刺されたよ。私は金田の詐欺に手を貸しておりました。15年前の11月10日、彼は内部で、その時金田の家には浅川氏の一部始終を見てしまった彼女を、私は動かなくなった彼女を、15年経った今、一人は小島陽子です。彼女は何かのきっかけで事件を調べ始め、もう一人は事件の夜、現場から逃げる私を見た金田五郎は、事実が明らかになることを恐れるあまり、私はこの二人までも手にかけました。愚かにもその後で気づいたのです。自分の運命隠し通せるわけ、こんな簡単なことにな、こんな私を信じ、そしてこうするより仕方がなかったのです。あの浦部校長が、そうか。先生、あとは警察に。嘘だ！なぜなら、お前らさえいなき。金田源次郎、あの日。行方不明の親父からかかってきた最後の源次郎を殺して、最後の別れを告げるため、その時忍が現れた。血まみれの源次郎と俺を見た忍は、そう言って立ち尽くしていた。急ブレーキの音で我に返った。表には黒い車が止まっていた。電話を受け、駆けつけてくれた校長の車の前に、校長は俺と忍を、俺たちをある教室に連れて行き、俺を金、俺のせいで忍や校長まで。忍はいなかった。忍は窓に向かって何かを言う。忍は気絶して、窓の外を見ると女性とが一人歩いていた。見つかってしまう。そして砕け散った花瓶の破片。今度こそ忍は俺の目を開けると、俺は真っ先に工場に。校長は俺のため、あんなやつ。あゆみちゃん、ダメ。
まりか。どうしよう。小島はあの夜、俺を。先生。先生は昔。そういった。忍ぶそのもの。恐ろしかった。そうだ！ 15 年前お前を殺したのはこの俺だ！気がつくと俺は。殺すつもりはなかった。俺は小島をそのまま。なのに、小島は河原で見つ、秘密を知ってください。よっこう。殺してやる！いやー！危ない！大丈夫か？先生！こ鏡に映った！あゆみちゃん！僕は気を失ったあゆみちゃんを抱きかかえ、おぞましい現場を離れた。本当にご苦労だったね。君がいたからこそ。そして僕、鏡の裏から日比野の忍が急行車ではなく浦部校長が田崎の道具で陽子の死体を川へ捨てたのも日比野の犯罪が明るみに出れば浦部の過去も明け、過失とはいえ忍を死なせてしまった事実。忍は確か日比野が花瓶で叩いた。ああ、日比野は忍のそれほど強く殴れば頭蓋骨にひびが入ると。忍の頭にはやはり浦部校長が跳ねた時息を吹き返した忍以外。確かに不思議な話だ。浦部が金田の詐欺に手を貸した事実がなかったことだ。ああそうそう、君に紹介する人がいるんだ。あゆみちゃん。彼女は今日から我々の仲間だ。ああ、ま、わざ。先輩、よろしく。あ、よし。うん、よ。私が不思議だったのは、まるで彼女の。ところで先生。うん。彼は長い悪夢から解き放たれ、やっと本来の自分を取り戻す。あ、そういえば あれは日比野が大学へ入学した時に日比野が肌身離さず。でもその頃にはイニシャルは T。 名字が変わったことを浦部が。さてそういうことで、あゆみちゃん、どこかでおい。はい、お供し。あの万年筆に秘められた謎は後日明らかとなった。浦部校長は自分の命に代えても守ろうとしたのだ。自らの手でこの世に片親では不憫だと、子供のいない友人内田夫妻に幸せを託し、その結果不幸な道を彼は万年筆に刻まれた TU というイニシャルに。こんな気持ち。日々の達也にではなく浦部達也。そう。
はい、宇津木探偵事務所です。明神村の綾代家に仕えとぜひとも。明神村、あゆみちゃん、え、どこへ行くのよ。私、探偵くんのことちょっといいなって思ってた。あゆみとダメになっちゃったらなんて冗談よ。